ロサンゼルス市警察、ロサンゼルス市警察、ロサンゼルス市警察、略称 LAPD はアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス市に本部を置くアメリカ合衆国の警察である。日本ではロス市警とも呼ばれる。ロサンゼルス市警察はカリフォルニア州ロサンゼルス市に本部を持つ。合議制警察委員会、日本の公安委員会に相当する組織の管理下に、 設けられており、警察官約9500人と職員約3000人を要す国内で3番目に大きな警察組織であり、日本の警視庁の4分の1ほどの人員数である。ニューヨーク市警察は住民228人につき1人、シカゴ市警察は住民216人につき1人の割合で警察官を配置しているが、LA 市警察は 住民426人につき1人の割合であり、常に人員不足に悩まされている。理由としては、ゴードン・ノースコット事件対応における失態や過去に、起きた警察官の汚職事件、人種差別による暴動、ワッツ暴動やロス暴動が問題となり、殺官は悪だとのイメージが定着した上に、それを受けて、隊員の資質向上のために採用基準を非常に厳格にしたのが要因とされる。 アメリカでもニューヨークに並ぶ多人種が住む大都市州であるため職員の人種構成は様々である。2008年1月時点では白人がおよそ46%ヒスパニック系が33%アフリカ系が14%アジア系及び南太平洋諸国出身者が7%ほどである。死刑のモットーは2プロテクト &2 サーブ 保護と、防止で、パトロールカーの側面にも記されている。アメリカ警察の特殊部隊であるスワットは、ロサンゼルス市警察が最初に組織したとされ、その連度の高さは随一であり、全米の警察で、装備や戦術などが手本とされている。かつて15年近く本部長を務め、在職中の1966年に急性したを、忍んで、 パーカーセンターの別名で呼ばれ、親しまれていた本部長者であるが、2009年秋には、市役所南に建設された新庁舎駅のを移転した。移転後のパーカーセンターは取り壊されている。ロングビーチ出身のテリー・ハラは、2009年に日系アメリカ人3世として、初めて警察本部長補佐、警視庁に就任。ハラは、1980年に、 ロサンゼルス市警に就職し、1998年にナショナル大学を主席で卒業。同年、日系人初の警部に任命される。2013年に小山田誠が特別大使を務める南カリフォルニア日米協会会長に就任。ロサンゼルス市警察はカリフォルニア州ロサンゼルス市に警察組織として1869年に創設された。 日本でいう、公安委員会に相当する組織。5人の委員で編成され、1人が委員長、もう1人が副委員長を担う。委員は警察官ではない。日本の警視総監または、道府県警察本部長に相当する職。制服組の最高位。1名が担う。アメリカでは、キャリア制度がないため、巡査から、死刑本部長まで承認することが可能である。 警察庁の職務を補佐する地域交通警察を担う部署。局長の下に4管区と管区長。管区ごとに1から2名の副管区長が置かれている。セントラル、ランパート、ホーレンベック、ノースイースト、ニュートンの各警察署とセントラル地区交通隊。ウィルシャー、ハリウッド、ウェストロサンゼルス、オリンピック、パシフィックの各警察署と空港地域隊。 ウェスト地区交通隊。ウェストハリウッドのショッピングモール、ザ・グローブには、日本から持ち込まれ、他には、ハワイ州ホノルルにしかない交番が設置されている。バンナイズ、ミッション、ノースハリウッド、フットヒル、デボンシャー、ウェストバレー、トパンガの各警察署とバレー地区交通隊。この管区のみ、副管区長は2人。77丁目、サウスウェスト、 ハーバー、サウスイーストの各警察署とサウス地区交通隊。またこの地区は、ストリートギャングが多いことから、管区長直轄のギャング、殺人事件特別捜査課が設置されている。刑事部門と警備部門を要する部署。各部で2名の副部長が、各課、部隊を掌握する。テロ対策や重大事件対応など、警備や公安活動を行う部である。部長のもとに、 次長二人が置かれている。警察官の監察を行う部署。監察部長の階級はデピューティーチーフで他局の管区長や部長と階級の上では同格だが、監察部は警察庁直轄となっている点で異なる。よって部長は警察庁に対し直接責任を負う。刑務や通信911番受付を担う部局である。 この部署は執行組織ではないため事務理委員の役職者が多い。ロサンゼルス市警察の警察官が主人公のテレビドラマ刑事コロンボの日本語翻訳版では主人公リュテナン・コロンボをコロンボ警部に統一している。身分証の表記は LT ・フランク・コロンボ A096824。また実際の各階級の役職、役割、人員の構成比率などで比べた場合、 ロサンゼルス市警察においては、日本の警察では、警視が最も近い階級ある。通常のパトロールカーには、ショットガン M870 や M590 などと、アサルトライフル M16 が積まれており、白バイにすら重傷を折りたたみ型のショットガンが搭載されている。これは、1997年に起きたノースハリウッド銀行強盗事件が要因である。 この銀行強盗事件で、二人の銀行強盗は、アサルトライフル、a k 4 7などと、防弾直機で武装し、通報で駆けつけた、LACK の警察官、約50人と銃撃戦を繰り広げたのである。しかし、当時は、一般のパトカーには、ショットガンしかなかったため、犯人の確保に苦戦。最終的に二人の犯人は、一人が、自殺。 もう一人は負傷後確保されたが、病院搬送後死亡している。警察官12人と民間人8人が負傷した。警察官たちは、近隣の重宝店から、商品の AR-15 を借り出して、応戦、自体は、最終的にスワットが駆けつけたことで収集するが、通常の警察官も強力な火器で武装する必要があると考えられ、その後、 蒸気のパトカーの重装備化や制服警察官も 40S&W 弾や 45ACP 弾を用いる拳銃を携行するようになる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。